2024年9月8日に中国軍の軍用航空機の研究者として知られているアンドレアス・ルプレヒト氏が自身の公式 X において、ステルス戦闘機 J20 の改良型試作1号機の最初の鮮明な画像を公開し、改良型 J20 は2機の新型 WS-15 エンジンを搭載しているとのコメントを付け加えたよ。この新型ターボファンエンジン WS-15 は、第5世代ステルス戦闘機中国国内では第4世代とされているである J20 に搭載するために、中国の新洋発動機設計研究所606研究所と西安航空発動機公司が共同で開発を進めているとされ、1990年代初頭に開発が開始されたと言われているな。今回はそんな中国が新型軍用ジェットエンジンを公表した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このターボエンジンだけど、2004年には最初のプロトタイプが完成したと伝えられ、2009年12月あたりからネット上でエンジンコアと見られる画像が散見されるようになり、2012年頃から地上試験の実施が開始されて性能が確認されたと言われていたが、2015年に地上試験において爆発事故も起こしたことが明らかにされていたんだ。その後、2023年3月に中国航空発動機集団 AECC 関係者が、WS-15 の量産が開始されたと語るなどの話が伝わったほか、同年の6月には WS-15 を搭載した J-20 の初飛行が成功したなどとも伝えられ、一部の西側軍事専門メディアなどでも WS-5 の小規模量産が開始されて J-20 戦闘機への搭載と飛行試験が進行中であると見られるとされていたのであるが、公式には量産が開始されたとの情報や、搭載された J-20 の配備が開始されたなどとする具体的な情報はないよ。WS-15 について所言などは不明な点が多く、これまでのところで明らかにされているのはエンジン形式がアフターバーナー付きターボファンであることのほか、エンジン本体は全長 5.05 メートル直径 1.02 メートルの大きさで、低圧3段、高圧6段軸流の圧縮機及びアニュラー型の燃焼機を持ち、タービンは高圧1段、低圧1段であることくらいで、水力についてはアフターバーナー未使用時で100ゴン、アフターバーナー使用時では180キロニュートン以上と推測され、タービン入り口温度は1850度で水力重量比が 9.7 から10.87 との情報もあるみたい。アフターバーナー使用時では180キロニュートン以上と推測され、タービン入り口温度は1850度で水力重量比が 9.7 から10.87 との情報もあるみたい。この伝わっている性能が本当であれば、防衛装備庁航空装備研究所と IHI が航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機に搭載するとして、プロトタイプの開発に成功した新型国産エンジン XF9 の性能に匹敵するとされ、これが搭載された J20 はアフターバーナーなしでも超音速飛行が可能となるスーパークルーズ機能を持つエンジンであるらしい。中国航空工業集団公司が開発を進めている J20 中国名はホロ劇20型またはホロ20は、乗員1名全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル評されていて、ヨーロッパの戦闘機タイフーンやラファールなどに見られる前方のカナード翼と、後方のデルタ翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼と呼ばれるスタイルで、カナード翼は翼面積 7.8 平方メートル、主翼は59平方メートルの面積とデルタ翼に近い形状であり、他の第5世代ステルス戦闘機との比較ではロシアのスホイ57やアメリカの F-22 よりも一回り大きいとされる機体に、双発エンジンが搭載されているな。中国人民解放空軍においては2017年3月から運用が開始されて実戦部隊への配備が始まっているとみられ、2024年4月には300機以上が生産されたとの情報が SNS などに挙げられたぜ。それら初期型の J20 のエンジンについては、試作初号機にロシア製のサプールン 117SAL41FHS ターボファンエンジン2機が搭載されているとの情報が出回り、試作2号機には中国が開発したターボファンエンジン WS-10G が搭載されているとも言われるなど諸説あるね。航空専門家のビル・スイートマン氏などは2機の試作機の排気ノズルの形状が違っていることから、
1機は AL-31F が、もう1機には中国製の WS-10A が搭載されていたとしているほか、WS-15 が小規模ながら量産体制にあるとする情報からすでに J-20 に搭載されて飛行試験が進行中であるなど、情報が錯綜しているみたい。この2機の試作機については2021年9月に中国広東省樹海で開催された第13回中国国際航空宇宙博覧会の開幕初日に低空飛行で2機が並列してデモンストレーションを実施していて、その際に中国メディアによって J-20 が搭載していたエンジンが WS-10 の改良型が搭載されていると報道されており、わたまじ砲などの中国メディアはこぞって中国におけるジェット戦闘機開発の進化を称えた上で、J-20 が最新鋭ステルス戦闘機として成熟の域に近づいていると伝えていたよ。ただ、J-20 は中国初のステルス戦闘機とされているが、そのステルス性能について低い評価をする西側諸国の軍事専門家が多く、2016年当時にアメリカ空軍参謀総長であったゴールドファイン氏によると、J-20 のステルス性能はアメリカ空軍が2008年まで運用していた F-117A ナイトホークとほぼ同程度とされていて、J-20 のレーダー反射断面積 RCS は F-117 の RCS の数値 0.025 平方メートルとほぼ同程度であろうと推測されているぜ。これは、J-20 のステルス技術情報については2011年1月23日に、1999年のコソボ紛争で撃墜された F-117 の残骸からロシアなどがそのステルスの技術情報を収集し、中国にも流されて J-20 に使用されたと、紛争当時にクロアチア陸軍参謀総長だったドマゼット・ロソ氏が主張したことを各国メディアが報じたことが情報元とされたことに由来するな。ただしこの西側メディアの報道については中国のわたまじ砲はこれに反論して否定し、さらに当時のアメリカ国防総省報道官であったジェフ・モレル氏も記者会見において J-20 脅威論に懐疑的な見方を示し、F-117 のステルス技術を盗用したとする報道にも否定的な見解を示したらしい。アメリカの第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターと F-35 ライトニング2における RCS 値を見ると、どちらも 0.005 平方メートルと公表されていて F-117 の5分の1と低くあり、J-20 が F-117 と同程度の RCS 値であるとするならば、アメリカと中国のステルス戦闘機におけるステルス性能の差は歴然との見方が広がっているね。また、デモンストレーション飛行を行った試作機のエンジン WS-10 の性能向上型が搭載されていたと見られているんだけど、この WS-10 は中国が1982年にアメリカから入手した CFM56 をベースとして開発されたものとされ、開発当初は空中でのエンジン水力制御装置など多くの問題を抱えており、中国国内の技術では解決が難しかったんだ。そこで中国はロシアのスホイ27フランカーに搭載され、自国で運用していた戦闘機にも搭載されていたサプールン AL-31F の信頼性の高さに着目し、この AL-31F に用いられていたロシアによる機械式制御装置などをコピーして問題解決を図ったと言われているよ。WS-10 の性能についてはまだ謎に包まれた部分が多く、信頼性などにおいて懐疑的な見方が出されているが第13回中国国際航空宇宙博覧会で、中国空軍が J-20 に WS-10 を搭載したとして喧伝していることや、自軍で運用している J-11、J-15、J-16 などの戦闘機のエンジンを WS-10 に換装する作業を進めているとする情報もあることから、WS-10 の性能と信頼性は AL-31F から得た技術によって向上されたものとみられ、今回報じられたように WS-15 が実用化された可能性は十分に考えられるな。かつて中国空軍は今の北朝鮮空軍のように旧ソ連製の旧式戦闘機の運用によって成立していたのであるが、その中でも旧ソ連の航空機関連技術をコピーして習得してきたぜ。その後毛沢東派による文化大革命などによって技術革新が一時大きく後退したものの、1977年頃に文化大革命が終結すると、解放政策に転換したことで旧ソ連のみならず欧米からも航空機や電子機器などを入手することが可能となって、遅れていた技術を取り戻したよね。
その後、1989年6月に発生した天安門事件によって欧米諸国からの武器輸入ができなくなったものの、1991年のソ連崩壊によってそれまでソ連が中国への輸出を避けていたスホイ27を購入できるようになり、さらにスホイ30やスホイ33などを購入して堂々とコピーすることで自国の航空機開発力を高めていったな。その結果として今や中国の航空機開発技術力はロシアやアメリカにも匹敵するほどになり、そのことは航空機開発技術だけにとどまらず、艦船や自動車などあらゆる分野において中国の技術力は異常なほどの成長を遂げており、西側諸国の軍事専門家の間では警鐘が鳴らされているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が2024年9月26日に、中国海軍が中国中部を流れる長江沿岸の武漢近郊武昌にある国営造船所で建造を進めていた、核燃料を搭載していた可能性が高いと見られる最新型の原子力潜水艦が、5月下旬から6月上旬頃の間に沈没したことをアメリカ政府当局者が語ったとした上で、この事故について中国政府は沈没事故を隠蔽して公表しなかったと報じたよ。WSJ が報じたところによると、当該潜水艦は5月末の時点ではほとんど偽装を終えて最終的な出航準備に入っているのではないかと見られていたのであるが、その後6月15日に撮影された衛星写真画像には、当該潜水艦が係留されていた埠頭に複数の大型のクレーン船が存在しているのが確認され、同時に沈没した潜水艦を引き上げている様子も確認されたらしい。今回はそんな中国が最新鋭原子力潜水艦の沈没を隠蔽した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この沈没したと見られる潜水艦については、WSJ の記事が出る以前から SNS や西側の軍事専門メディアが盛んに報じていたけど、中でも台湾のメディアはこの潜水艦について、中国海軍の攻撃型通常動力型潜水艦の主力とされている 39A 型元級ではないかと報じていたよ。しかし、今回の WSJ の記事では、衛星写真の画像から船尾の舵が一般的な十字型ではなく、日本の海上自衛隊潜水艦操縦型や太平型と同じ X 字型であることが確認されたとして、この潜水艦が中国海軍の最新鋭攻撃型原子力潜水艦93型とされる小級であるとしているね。また、アメリカの CNN でもこの画像の存在を確認しており、中国の造船所の衛星画像を定期的に調査している新アメリカ安全保障センターの非常勤上級研究員であるトム・シュガート氏の発言として、複数のクレーン船が集まっていることについてこれまでも造船所においてクレーン船が存在していることは多々あったが、今回のように一箇所に複数のクレーン船が密集している状況を見たことがないとして、このクレーン船の存在が以前の画像から消失した潜水艦を引き上げるためのものではないかと推測していたぜ。そしてさらに、通常であれば潜水艦は浸水後、偽装工事のために造船所に数ヶ月間は係留されているが、今回衛星写真に写っていた大型で船尾に X 字型舵を持つこの潜水艦は短い期間で造船所から消えていることから、沈没したとみなすのが正解であろうとも語ったことを報じているな。093型小級原子力潜水艦は、1974年から就役していて現在3隻が運用されているとされる。091型艦級攻撃型原子力潜水艦の旧式化及び老朽化が進んだことから、その後継として開発された中国海軍における2番目の攻撃型原子力潜水艦だね。中国海軍では091型で習得した原子力潜水艦建造技術加えて、ロシアから導入したビクター3型原子力潜水艦の技術を導入して091型において大きな問題となっていた静粛性の向上を図ったとされているよ。しかしながら093型についてはこれまで、X 字型舵が採用されたとする情報は存在しておらず、武昌で沈没したと見られる潜水艦が093型であるとする報道に対して疑問を呈する声が上がっているぜ。
また、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦建造は現在、093型からその改良型である第3世代とされる095型に移行していて、沈没したとされる潜水艦がこの095型ではないかとする見方も出ているのであるが、095型についても X 字型火事が採用されたとする情報は皆無であり、確証はないらしい。日本の軍事専門ライターである JSF 氏によると、武将で沈没したとされている潜水艦はその出現が伝えられていた通常動力型攻撃潜水艦 39A 型の改良型である041型ではないかとしているね。そして、もし041型であるとするならばその機関は通常動力であり、その動力が原子力となったとする情報がないばかりか、武将の造船所は通常動力型の建造が専門と伝えられていることから原子力潜水艦を建造するのは不自然であり、長江に沈没したのは原子力潜水艦ではなく通常動力潜水艦である可能性が高いみたい。ただし、原子力潜水艦である可能性については、通常動力潜水艦に小型の原子炉を潜航中の補助動力となる非対機依存推進 AIP 機関として、追加で組み込んだのかもしれないとして完全否定はしていないんだ。この武将における潜水艦沈没事故について中国側からは一切発信がなく、アメリカの国防総省の当局者からは中国が最新鋭潜水艦が沈没したことを隠蔽しようとしていると語っていて、さらに、潜水艦についての情報はどの国においても最高機密であるとした上で、中国海軍が、新型の攻撃型原子力潜水艦が桟橋付近で沈没したのが事実であったとしても、そのことを隠そうとするのは普通のことであると述べているぜ。中国は今、アメリカに匹敵するような世界規模の軍隊構築を目指しており、特に海軍における空母の建造と空母艦隊の増強と潜水艦部隊の近代化を最優先事項の一つに掲げているんだ。2023年に公表された中国の軍事力に関する最新の報告書によると、中国海軍は弾道ミサイル原子力潜水艦6隻、攻撃型原子力潜水艦6隻、通常動力型潜水艦48隻を運用しているとされているけど、それに対してアメリカ海軍は、攻撃型原子力潜水艦53隻、弾道ミサイル原子力潜水艦14隻、巡航ミサイル潜水艦4隻を保有していて、アメリカ海軍がインド太平洋地域に配備している潜水艦に、同盟国である日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦22隻と韓国海軍の通常動力型潜水艦21隻を加えれば、数の上では中国海軍を上回るよ。しかしながら、中国の現在の潜水艦建造ペースを考えれば数年を待たずに、中国海軍はインド太平洋において最大の潜水艦部隊を保有することになると見られていたな。ただ、今回沈没した潜水艦がもし最新鋭の原子力潜水艦であったとするならば、その沈没原因の真相が究明されないうちはこの先の原子力潜水艦建造計画に大きな狂いが生じる可能性があるとの指摘が出ているらしい。また、もしこの潜水艦が原子力潜水艦であった場合、武将周辺地域や長江へ放射性物質が大量に放出された可能性があることを否定できないぜ。1961年から現在に至るまでの間には多数の原子力潜水艦事故が発生しているけど、その中において沈没に至り今もなお海底に横たわっている原子力潜水艦が6隻あるんだって。それはアメリカ海軍のスレッシャーとスコーピオン、そして旧ソ連海軍の K8、K219、K278 コムソモレツ、K27 で、その中で1989年にノルウェー海で火災が発生したコムソモレツは、プルトニウム核弾頭を搭載した原子力魚雷2発を抱えたまま同海の深さ1680メートルの深海に沈んだんだ。ノルウェーの原子力規制当局は、コムソモレツに搭載されている加圧水型原子炉について、事故直後から現在に至るまで艦内に封じ込められた状態になっているとしていて、事故発生以来、定期的に放射線レベルを測定しているみたい。しかし、2019年7月7日に無人潜水機を使用した調査において、コムソモレツ周辺の海水を採取して放射線レベルを分析したところ、
ノルウェー海における通常の放射レベルの約80万倍という高濃度の放射線が検出されたらしい。ただし、その海水はコムソモ列の原子炉付近のパイプから採取されたもので、艦隊のその他の部分で採取された海水からは高濃度の放射線は検出されなかったと言われているぜ。今回の沈没事故についてアメリカ政府は、沈没時に核燃料を積んでいたかどうか把握していないとしているけど、専門家はその可能性が高いと見ていて、放射性物質が兆候から東シナ海へ放出されることが懸念されているね。この潜水艦沈没に関して中国当局が放射線による汚染の有無や死傷者について確認したとの情報はないんだけど、WSJ はアメリカの専門家が状況から見て放射能漏れが発生している恐れは低いと語ったことを伝えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国が例によって領海侵犯を繰り返す現在の尖閣諸島については皆も知っているよね。とはいえこの尖閣諸島では具体的に何が起きているのか、気になるところだよな。今回はそんな尖閣諸島について、いつもよりさらに深掘りして解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に3隻の中国海警局の船舶が侵入していて、海上保安庁からは今年に入って通算24度目の領海侵犯と発表されたよ。今回のケースは尖閣諸島周辺の日本領海内において、出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて中国海警備局の船舶3隻が漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されていて、こうした行いが常態化しているんだ。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのはどんな理由があるのかも気になるところだな。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では2024年6月24回来とされており、今年はすでに通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になるぜ。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海上保安本部だが、同本部では引き続きこうした事態の警戒と監視を続けると表明しているらしい。ここ近年、海上保安庁の活動は日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなっていて、海保が日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いみたい。そういった海上保安庁を歴史の上から生い立ちを紐解いてみると、創設されたのは太平洋戦争敗戦から3年後の1948年昭和23年に遡り、アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたよ。現在、海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と定着しているんだけど、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して英語からとなるね。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティボードあるいは、ジャパンマリタイムセーフティエージェンシーとされていて、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものだな。英語名称改定の理由は、広く国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようで、世界的標準に合わせたとも取れるぜ。さらに2001年には海上保安庁管轄が、運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後同組織の船舶等には全てジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになったね。日本における海上保安庁のあり方は法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されていて、その第一条において活動領域は自国の領海接続水域排他的経済水域及び、
日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられているよ。しかし現在は、実際の海上保安庁法第1条では海上保安庁の活動範囲は海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみで、日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えるだろうな。ただし海上保安庁が1948年に設立された際、県の第1条は活動範囲を港湾海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたんだが、以後の情勢変化から現在の表記に改定されたという経緯があったぜ。一例としては、大型巡視船として1992年平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った四季島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図があったんだ。当時、日本は自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこでプルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていたよ。この状況から見ると日本では原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態で、だからこそプルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたってわけ。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけなんだけど、ということは、核兵器の材料となりうるプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まずイギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させたんだ。続くフランスからのプルトニウムの輸送には日本のハレ・アラタマルが従事したが、この艦船には64式小銃を装備した海上保安艦が同乗した上に、さらにフランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたぜ。2011年平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思うけどな。こうした流れから以後は日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになったよ。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もあるんだけど、保安上の理由から無寄港で航行可能な船舶が求められたんだ。そこで目的履行のために建造されたのが大型巡視船の四季島で、総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで就役時には世界最大の巡視船だったぜ。四季島は機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できたらしい。兵装としては90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載。海上保安庁の巡視船としては2024年の現在でも最も重武装な巡視船であると言えるクラスのものだな。こうして建造された巡視船四季島は就役年の1992年11月、計画通りにフランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたため、通常の巡視船として運用されることになったわけだ。この初代巡視船四季島は2024年4月には老朽化のため退役していて、当初は改修工事をして就役年数を伸ばすことも検討されたんだけど、32年に及ぶ就役期間を終えたよ。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だけど、同組織は2018年に組織再編を経て準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍というべき位置づけに変化したんだ。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていたが、今や完全に逆転されてしまったな。2024年時点では海上保安庁保有の船舶総数は約70隻だが、中国海警備局船舶の総数は実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られているぜ。ただし日本にとって幸いなのは、
中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも複数の周辺国と圧力を強めているため、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点だろうな。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているから、日本側も海上保安庁の船舶数を増さざるを得ないよね。人員をはじめ多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方だよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。